一 1> 1回ミス日本、山本富士子ミスコンテストとは、ミスの継承が示す通り独身女性の美を競う、イベント。一般的には用紙を基準に審査員が優劣を、決めるため、コンテストの上位入賞者は、美人の肩書きを得ることになる。日本語では、ミスコンと省略されたり、美人コンクールと呼ばれたりもする。英語に基づいた表現として、ビューティーページェント、一を用いる場合もある。 現存する日本のミスコンテストで最も古く、長い歴史を持つ大会は、ミス日本である。世界4大ミスコンテストとしては、ミスユニバース、ミスワールド、ミスインターナショナル、ミスアースが挙げられる。世界大会のミスコンテストは、日本ミスコン協会に加盟しているコンテストが多い、詳細は関連項目3章。世界初の美人コンテストは、 1888年9月16日にベルギーのスパで開催されたコンクールドボーテだと言われている。応募者数は350人で写真審査を行い21人がファイナリストとなった。審査は厳正かつ慎重に行われ、スカンディナビアの帽子は出場者は当日まである別当に全員宿泊していたため全く人目に触れなかった。美の判定が行われる。 審査会場には全員が窓を閉め切った馬車で運ばれたと報じた。このコンクールの優勝者はグアドループ島出身の18歳のクレオール人ベルタスーカレで賞金5000フランを獲得した。上記の帽子はスーカレ上は舞台女優への道を歩むとのこと。無論美の前にはあらゆる道が開けているということだと結んでいる。また世界で初めて水着審査を設けた。 ミスコンテストは1921年9月7日にアメリカ合衆国ニュージャージン州アトランティックシティで開催されたミスアメリカコンテストとされている。女性を外見で評価するため反対運動もあり規模を縮小する例がある。2018年6月6日、ミスアメリカの主催団体は2018年9月に開催される大会から水着とイブニングガウンでの審査を廃止し、 今後、出場者を用紙で審査しない方針を示した。アメリカ合衆国、編集フランス、編集日本における主なコンテスト主催者としては、地方自治体や商工会議所、大学の学園祭実行委員会や学友会、高校の文化祭実行委員会、企業などが挙げられる。ミスコンテスト出身の女優やタレント、アナウンサーは数多く、一例として、 藤原の香、万田久子、加納美みか、野際よう子、宮崎あずさなどが挙げられる。日本初の全国的ミスコンテストとされる日本美人写真募集の優勝者、末広広子。1908年水戸市の梅娘日本初のミスコンテストは1891年の東京百美人とされる。これは東京、浅草にあった両運格の運営会社が集客の ために企画し、芸者約100人の写真を階段の壁に貼り、来場者に投票してもらった。一般女性を対象とした最も早いミスコンテストは、シカゴトリビューン主催、世界美人コンクールの日本予選である時事新報主催、全国美人写真審査とされる。同審査は、1907年より、時事新報が全国22の新聞社と共に一時審査を実施して、 各地域5名ずつ、計215名を選抜した。翌1908年2月29日に、自治新報社にて実施した二次審査で12等賞まで順位が決められ、1等賞は、福岡県小倉市の末広広子、2等賞は、宮城県仙台市の金田県市、3等賞は、栃木県宇都宮市の土屋信子となった。上位12名の出身地別内訳は、 東京府東京市が6名、宮城県仙台市が2名、茨城県水戸市、栃木県宇都宮市、三重県、福岡県小倉市が各1名だった。入賞者は3月5日に、市場掲載されたため、同日は後にミスコンテストの日とされている。ミスコンテスト入賞者に対してはそれを示すサッシュ、ニアユニフォーム、帽子が贈呈される。また、 コンテストの審査結果発表時にはこれに、ガウンや王冠、ティアラも贈呈されることもある。地方自治体や、商工会議所や企業が主催するものについては、大抵は、コンテスト終了後も主催者と契約し、主催者が用意するイベントやキャンペーンに出演する。任期が定められているものもあり、任期は1年間のものが多いがそれよりも長い場合も、ある。三選考後に約1年間。 観光振興や地域活性化を目的に自治体の観光事業や公的事業などへの出席、地域メディアを通じた広報活動、域外のイベント参加などを通じて自治体のイメージアップに努める。自治体により活動日数は年間で数十日間などにも及ぶ。主催する自治体にとっては 近年増加傾向にあるタレントや著名人を起用しての PR やイベントと比べての予算低減効果、ゆるキャラと違い自治体を言葉で PR しやすい効果、何も起用しない場合と比べてのメディア、露出増加効果などの狙いがある。しかし近年、応募者数の減少により頭を悩ませる自治体や数十年といった長い歴史に幕を閉じミスコンテストを廃止する。 自治体も増えている。応募者数減少の背景としては、人口減少、女性の社会的活躍の場の増加、勤務形態の多様化、就職や進学で生きがいに出る若い女性の増加、アイドル文化など憧れの多様化などの理由が挙げられている。対策として、ミスではなく、女王、観光大使等と名称を変更した上で、応募資格を既婚女性や男性まで広げる例なども見られる。 日本での主な国内コンテスト日本の大学では唯一の全国型大学生ミスコンのミスユニバーシティ、学園祭の祭事としてミスコンテストが行われている大学が多くあり、学園祭実行委員会や学友会などが主催しており、全国で開催される数は200を超えるとみられる。1コンテストあたり5から6名がファイナリストとして活動し、うち1名がグランプリとして選ばれることが多い。 近年、ミスターキャンパスと同時開催されることも多い。大学により異なるが、その年の春4から6月頃に出場者の募集を行い、夏7から9月頃にファイナリストの発表を行い、10から12月頃の学園祭シーズンにグランプリ発表を行うといった一連の流れがある。ファイナリストを発表することをお披露目と呼ぶことがあるが、お披露目以降、ファイナリストは、 各種イベントや取材、撮影への参加、ウォーキングやスピーチのレッスンを行うなどする。一部有名大学を中心に、キー局の女子アナへの登竜門と言われ、実際にミスコン経験者のアナウンサーも多いほか、キャスターやタレントも多く輩出している。なお、大学のミスコンを初めて開催したのは、青山学院大学である。 日本の高校では文化祭の祭事としてミスコンテストを行う高校がある。文化祭実行委員会などが主催している。ミスターコンテスト、男装コンテスト、女装コンテストなどと同時開催されることもある。なお、高校生におけるミスコンテストとしては企業が主催するものになるが、女子高生ミスコンは応募者、投票数が多く、2015年度は 応募総数約64万人総投票数約300万票を超えたと発表されている。なお、男子高生、ミスターコンと併載されている。日本語,語大ミスコンテスト出場者、編集、荒井俊恵、高子は、その他、編集その他の国際的なコンテストミス、日本入賞者に贈られるたすき、ありがとうございます。